動画をご覧の皆様、こんにちは。東京都立大学健康福祉学部学部長の西村由美と申します。私ども東京都立大学健康福祉学部では、パラスポーツの裾野拡大と理解促進のため、2017年より様々な活動を行ってまいりました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年度からパラスポーツ体験教室などを実施できておりません。このような環境下において、どのように皆さんにパラスポーツの魅力を知っていただけるのかを考え、こちらの動画を配信することにいたしました。今回は2021年に開催されましたパラリンピック東京大会のボランティアをテーマに、期間中ボランティアに参加をした方の思いや実際についてのお話を伺う座談会を開催いたします。ボランティアとしての実際の活動だけでなく、活動前後の出来事も含め、活動を通して得たものや課題について感じたことなどを率直なお話を伺えると思います。それぞれの立場と経験からのお話を聞いていただくことで、ボランティア活動を通してパラスポーツの理解を深めていただければと思います。皆様、最後までお楽しみください。まず、東京都立大学ボランティアセンターとして、これまでたくさん東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けてですね、たくさんボランティア支援なども行ってきましたので、その取り組みについてご紹介させていただきます。私、ボランティアコーディネーターの斉藤元気と申します。よろしくお願いいたします。まずは東京都立大学ボランティアセンターですが、2016年1月に開設されました。この開設時にはですね、開設の大きなきっかけとして、大学生がボランティア活動に行く中で、なかなか大学として支援がなかった、できなかったという声が先生方の中で上がったことから、この東京都立大学ボランティアセンターが開設されました。ボランティアセンターでは活動の3つの柱というものを立てています。1つ目は外からのニーズに応える情報提供と相談支援、2つ目が内からの活動を支える学内団体のサポートということで、ボランティアセンターが管轄していないさまざまな自ら学生が活動している、そういった団体のサポートを行っています。3つ目、新たに活動を作るということで、ボランティアプログラム、これは都立大独自のボランティア活動としてプログラムを年間を通じてですね、行っておりまして、その開発運営を行っております。ここからですね、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた都立大ボラセンの取り組みについて簡単にご紹介をさせていただきます。まず、公式ボランティアの募集を行っていた際に、学内説明会を実施しました。また、説明会以外にもですね、日常的にボランティアセンターでの相談対応、また支援を行っておりまして、学生のニーズ、学生の思いに応じてですね、それを情報を提供するということを行っておりました。次に、2020大会に関するボランティア活動のサポート、特に入り口の支援ということです。まずは、都市ボランティア、東京都が募集するシティキャストですね、の大学推薦を行いました。また、大会組織委員会と連携して、アスリートサポートプログラム、大会期間中に日本に滞在するアスリートの家族、また友人をサポートするボランティア活動ですが、こういったものも募集しました。で、この活動サポート、次はスキルアップの支援についてですが、我々はスポーツボランティアプログラムの開発運営も行っております。このボランティアプログラムは、事前、自己学習といった学習と連動した活動になっておりまして、より社会に貢献することを通して、この学びを深めていくということができます。次に、東京都との連携事業、外国人おもてなし語学ボランティア育成講座の開催についてですが、4年間、東京都と連携しまして、日本に訪問する外国人の方々の日常生活のところでサポートするボランティアの育成を行いました。次に、ボランティア活動の実態の把握です。これは延期が決まる前についてですが、公式ボランティアの申し込み、期間中に応募受付期間中にですね、個人で応募した活動に関する情報収集をしていました。今後、ボランティアセンターとして、オリンピック・パラリンピックは終わりましたけども、さまざまなボランティア活動の支援に取り組んでいきたいと思いますし、
学生がこういうことをやりたい、こういう社会を作っていきたい、そういった思いに寄り添い、そしてそれを形にできるようにサポートしていきたいなというふうに思っております。ではここからはですね、皆さんに実際東京2020オリンピック競技大会、オリンピック・パラリンピック競技大会に関してボランティアとして関わったと思いますので、実際にどうだったかというところですね、皆さんの視点で見たものを聞いたことを、学んだことをですね、ここでお話しいただければなと思っております。今回ファシリテーターをさせていただきます、ボランティアセンターでボランティアコーディネーターをしています斉藤と申します。よろしくお願いします。それでは、皆さんからもですね、お一人ずつ、自己紹介をしていただきまして、お名前ご所属ですとか、また東京2020大会にどのように関わったのかというところをですね、お聞きしたいなと思っております。私は東京都障害者スポーツ指導者協議会というところに所属しています。あとはまあ地元ここ荒川で、東京都障害者スポーツ指導員協議会荒川という、まあ10人の小さいあのグループがあって、そこで障害者スポーツを、普段から、普及啓発をしています。最初は、面談員というのをさせていただいて、その後オリンピックのボランティアフィールドキャストさせていただいて、パラリンピックの聖火ランナーさせていただいて、パラリンピックで、フィールドキャストをさせていただきました。今日よろしくお願いします。はい、経済経営学部4年の田中里穂と申します。東京オリンピックでは、国際オリンピック委員会のオリンピックインフォメーションサービスというところで、学生のリポーターとして記者会見の様子を見たりとか、インタビュー、選手の方にインタビューとしていました。今日はよろしくお願いします。お願いします。東京都立大学プレミアムカレッジ本科の上田さなみと申します。よろしくお願いいたします。私はオリンピックとボランティア、オリンピックのボランティアとパラリンピックのボランティア両方ともフィールドキャストとして活動させていただきました。で、仕事の内容はイベントサービスという観客のご案内 の役割だったんですけれども、無観客になってしまったので他の仕事を振り分けられてやりましたが、それは後ほどお話がよろしいですか。お話した方が大丈夫です。よろしいですか。はい、その楽しみは後に取っておきたいと思います。はい、ありがとうございます。私は、都市環境学部観光科学科4年の東原美咲と申します。東京2020ではシティキャストとして、元々は観客のその交通機関から会場までの盛り上げ役というようなそういう役割を与えられていたんですけれども、無観客、上田さんと同じように無観客になってしまって自分の仕事がなくなってしまったので、今度は見学に来た小中学生の見送りっていったようなボランティアを、今回体験させていただきました。今回はよろしくお願いいたします。お願いします。ではその大会期間中のこともですね、ぜひ詳しくお聞きしたいなと思うんですけども、そもそも皆さんがこのボランティア活動に関わろうと思ったきっかけ、参加しようと思った動機などをですね、お聞きできればなと思います。私は高校時代に留学をした経験があって、その経験だったりとか英語力みたいなところを何かしらオリンピックのボランティアであればどういった形か分からないんですけど活かせるんじゃないかなと思って今回応募しました。国際オリンピック委員会 の学生リポーターとして応募したと思うんですけども、なんでそういう公式ボランティアではなくてそっちの方が良かったのかというか、そっちの方に一歩踏み出したのはどういう思いがあったのかなと。はい、そうですね、まずこのボランティアを知ったのが大学で募集されていて知ったんですけど、そこで書いてあったのがやはり英語力が必要で、英語を使ってこの大会に関わることができるっていうところが書いてあったので、ただ単純に関わるっていうよりも自分の強みであったりとか経験を生かして参加できるんじゃないかなと思って選びました。私は2019年のラグビーのワールドカップのボランティアを、させていただいて、その時に本当に海外からの観客の皆様とかとても笑顔になっていただくことにとても私自身喜びを感じまして、それで
東京2020もぜひボランティアをやりたいということで応募させていただきました。私はなんか皆さんほどすごい大きな意義を持っていなくて普通に自分が生きている中で自分が住んでる国でオリンピックが開催されるなんて多分もう人生で一度か二度だろうなって思っていて、で次開催されるとなったら自分は生きてるかもわからないし動けるかもわからないなって思った時に、まだ元気で動けるうちにこういうボランティアとしてこう見る側じゃなくて運営に関わる側としてなんか参加できたら、なんか子供とか孫に自慢できるなとか思って参加したいなって思いました。すごい長期的な視点でもそんな大きな意義を全く持っていなかったのでなんとなく面白そうだなと思って参加してみました。大会本番までですね、ご自身の中でこうこれを準備してきたとか、これをちょっと意図的に取り組んでみたとか、そういったことはありますか？おもてなし語学ボランティア の, イベントにちょうど地元で東京都主催のものがありましたので、そちらに参加いたしました。それからラグビーワールドカップの時に結構ボランティアって体力がいるなと思いましたので、日常的にこう運動というほどではないんですけれども、こうちゃんと活動できる体作りというか、それは心がけたいなと思っておりました。2019年にそのオリンピック1年前に研修があって、実際に英語でユース大会だったと思うんですけど、インタビューをしてみるっていう時にすごい自分の力不足をすごい感じた時があって、やっぱりインタビューを記事に最終的にしなきゃいけないので、なんとなく言ってることが分かるではなくて、一字一句何を言ってるかっていうのを理解しなきゃいけなかったので、また相手の選手の方が英語のネイティブの方とは限らないので、そういったお互い第二言語で英語を喋ってるっていう中で、しっかりと何ですか、最終的なインタビュー記事を作るっていうところがすごい難しかったです。大会期間中にどのような活動をされましたかというところをこれからお聞きしたいなと思います。私はそのシティキャストで中学生、見学に来た中学生のお見送りっていうボランティアをしたんですけれども、ディズニーランド の, お見送りのキャストさんのようにやってきた小中学生にこう手を振って、なんかありがとうバイバイみたいな感じでいう活動だったんですけれども、まあちょっと何でしょ う, こうあまり反応も良くなかったので、私としてはこれやって良かったのかなみたいなすごくこう、ボランシティキャストの方々の活動自体がなくなったので、こう無理やり作られたようなボランティアっていうような感覚が私の中でしていて、でそのマネージャー、ボランティアマネージャーの方もボランティアの方が楽しんでいただければそれでいいですっていうふうにおっしゃってたのが、私はすごくこう心にちょっとモヤモヤするなっていうふうに思っていたので、なんかボランティアをしたい人がそういうことを求めてたのかなって思うと、ちょっとなっていう、ちょっとすごいモヤモヤ、その活動自体にはモヤモヤしたんですけれども、まあ交流っていう機会であったので、それはすごい楽しかったなっていうふうに思っていて、そうですね、まあ参加してよかったかなっていうふうには思うんですけれども、税金の無駄遣いになってないかなという不安が残りました。なるほど。はい、オリンピックの方は開会式のリハーサルサポートをやらせていただいたので、とても貴重な経験になりました、はい。リハーサルサポートってどういうことなんですか？はい、開会式 の, 選手の入場行進があるんですけど、それの選手の代わりに私たちボランティアがそこをそれでもう本当になんかなりきってしまってで多分そこのピッチに農場に上がれるのはアイドルかアスリートだけだと思うので、その予定はないので、本当に貴重な経験をさせていただいた。観客席に座ることは今後あったとしても、そこに足を踏み入れることは多分なかったと思うので、それは本当に貴重な経験をさせていただきました。その後実際に開会式見られました？はい、見ました。どうでした？はい、
あのご挨拶の長さとかがちょっと違ったかなと思いました。リハーサルに、ね、参加しなければ分からない。確かに。田中さんいかがですか。実際に私の仕事内容としては、海外から来ていらっしゃるスポーツジャーナリストの方と一緒にチームを組んで、あの試合終了後の選手の方が、ミックスゾーンっていう記者が集まってるところに来てくださるので、そこであの試合どうでしたかとか、勝ってメダル取ったけどどうですかみたいな質問とかをして、それの何ですか、言ったことをまとめて英語にしてあのアップロードするって仕事でした。で、主に私日本語があのできるので、日本人の選手の方 の担当をしてました。あとたまにあの記者会見等でもあの参加していただく、参加させてもらうことができたっていう感じで、本当にあの普通だったら関われない見れない選手の方にお話をさせていただいたりとか、本当に目の前で見ることができて、あのすごい嬉しかったなと思いもありましたし、あと一緒にチームを組んでいただいている方が本当にプロで、あのプロとして海外であのスポーツジャーナリストとして働かれている方だったので、そういった方と一緒に働いたりとか、自分の英語をチェックしてもらったりとか、そういうことをしてもらうことができた本当に貴重な経験だったなと思ってます。その競技についての専門的な知識とか、そういうのはあまり言及されるんですか。そうですね、あまりあの自分 あのもし好きな競技とか興味がある競技があったら、そこにあの優先的に配属してもらうこともできたんですけど、基本的にはその日日本人が活躍しそうな競技に毎日なんか飛ばされるみたいな形だったので、特にフェンシングとかにも行ったんですけど、全くわからないまま頑張って、あの徹夜ではないですけど頑張ってありきたりの知識みたいなのを学び、ちょっとあの大変恐縮であったんですけど、あの自信を持ってるように見せかけて質問するっていう感じでやってました。ボランティアが活動する、参加するっていうボランティアに対して、ボランティアを受け入れるとか、それを本当にまさに生かすっていうことを、これはボランティアマネジメントって呼ばれるんですけども、他の皆さんの現場ではそういったボランティアマネジメントいかがでしたか。そうですね、私は比較的少人数のチームで動くことが多かったので、あの特に学生のボランティアだからとか、あの本職だからってことを特にあの隔てなく、あの意見を言い合ったりとか、あの連携をすることができたので、まあ、今思えば本当にあのサポート、ボランティアへのサポートっていうのをしっかりあの気づかぬうちになのか意識的なのか分かんないですけど、していただいてたなと思いましたね。実施前になぜこのボランティアに参加したのかみたいな、そういう話はあったけれども、うん、そのやりたいっていう気持ちがその活動に生かされたかどうかっていうのを考えると、果たしてどうだったかなっていうのはありますね、うんうん。でも振り返りの時間っていうので、まあ、すごくこう私の回はヒートアップをしていましたこうした方がいいっていうので、うん、でマネージャーの方が次回からに反映したいと思いますみたいな流れだったかなというふうに思いますね。じゃあ一通りこう大会期間中についてお聞きしましたが、こうさらにちょっとこれ聞いてみたいなみたいなことってあったりしますか、皆さんの中で。一ついいですか。あまりポジティブなことではないですけれども、はい、実はあのいろんなボランティア活動をしていて、で、2011年の東日本の大震災の時なんかからあの被災地の支援とかもしてたりするんですけれども、で、何度か岩手県の釜石というところに伺ってるんですけれども、はい、そこで何度かあの伺ってるうちに、まあ、体験の仕事をしているので、そこの体育協会の方なんかとも知り合いになって、向こうに行くといっぱいやってっていうようなあのつながりができてて、で2013年にオリパラ日本でやるっていうことが決まった後、釜石に行った時に、もう僕はすごく嬉しかったので、東京でやる、日本でやるぞっていう、でその話を飲みながらしたら、もう全然喜んでくれるどころか、なんで今なんだ、もう悔しくてしょうがないって言われたので、僕はそ
ここでもう何にも返す言葉がなくて、まあ、その、地元の方にとってみたら復興これからなのに、今そんなところにお金かけたり人的資源かけたりしてやるんじゃなくて、今うちのところだろうっていう、そこで人が持ってかれたり、あのオリンピックの施設作るのに資材が高騰したりっていうことで、あのうちらのところが後回しにされるんじゃないかっていうことをおっしゃられて、うん、そうだよなと思って、もうそれまではもうやったやったっていう感じだったんですけど、もうそこからですね、ちょっともう、ただ喜んでばっかりいられないなっていうのがずっと残っててですね、で、あの一応日本としては復興五輪だなんていうことを歌ってるので、まあね、どこまでそういうことになるのかな、もうただ楽しいからとか自分が好きだからってやることで済まされないなっていう思いがずっとあって、でまあ大会自体は終わったですけれども、終わってこの後あの時東京で日本でオリパラやってよかったよねっていうふうなものを、ね、よくレガシーとか言いますけど、それ残していかないとその方に顔向けができないというかまあその後も何回か会ってるんですけれども、そのオリパラの話できないんですよね、怖くて出せないんですね。で、まあ、何人かして話したいなと思うんですけれども、だからあ、まあ、オリパラ終わったこれから私もいろいろ考える部分、経験したものとかあると思うので、やってよかったなって、あの後世の人にというか、私たちも何十年か後に思えるように、まあ自分はしていきたいと思うし、皆さんもなんかそうやってかかっていただけたら嬉しいなと思うんですけどね。確かにこの復興五輪ということで、あの最初は大きく掲げられたと思うんですけど、皆さんの中でそういったあの視点で見て何か感じられたことはありますか？あ、でも私はその海外のからいらっしゃったあのジャーナリストの方とかと、そういったその釜石であの予選とかをやったりされてたと思う、それの話になった時に、まあ、それの背景でこういった地震があって私が小学生の時だったんだみたいな話とかをすることがあったので、そういった面ですごい小さなアクションであったんですけど、海外の人にもなんかそういった自信を忘れないでもらえるようなきっかけにはなったのかなと思いますね。そうですね、なんか復興五輪というと、もう復興が終わっておめでたい五輪みたいなイメージがなんかこう伝わるような気がしてしまうんですけども、やはり本当にまだまだ全然復興が終わってないあの方々からしたら、やはり複雑な思いがあるんだろうな、うん、やっぱりそこに自分が今先生のお話とかお聞きして、そこにあのボランティアをやることであの寄り添えていたのかなと思うと、ちょっと今コロナとあの、うん、オリンピックとの関係だけにこう思いがいってしまって、そこまで深くあの考えて心を寄せていたのかと思うと、そうではなかったのかなとちょっと今反省しています。はい、私も上田さんと同じようにそんなその復興五輪っていうのっていうのはあまり意識できてなかったなっていうふうにすごい神保さんの話聞いて思いましたし、私の専攻が観光なので、そのオリンピックによってそのまあ観光の勉強を通してインバウンドの方がたくさん来られて、そのインバウンドの方が東京から東北へ行くと復興効果になるよねみたいなそういう話を聞いていたので、私はそういう効果があるのかなとかっていうふうに思っていたので、まあそういうふうにオリンピックに対するそういう嫌悪感を示されている地元の方がいらっしゃったなんて思いもしなかったので、すごくこうちょっと
いろんな人の立場に立って物事を考えるべきだなっていうふうにすごく感じましたね。僕実は東日本大震災で被災してまして、で今回 あの自分がボランティアとしてエントリーする中でも、そういった復興五輪というところをあのエントリーシートにあの続く書いたんですけども、僕はすごく残念だったなと思うのは、なんかもっと、日本のいろんな各地からあの100か0かじゃないので、こういうところまでできてるっていうところを、それぞれ声が出てくればよかったなと思っていて、そういう意味ではなかなか直接言葉を交わせなかったり、なかなかオンラインとかで距離が分からなかったり、そういったところがなんかオリンピックの構造とかではなくて、まあ、コロナ禍になってすごくもったいなかったなと思いますが、もしそういうことがあのできるようであれば、まあ、本当にいろんな声が集まって日本って今どういうものなのかということを海外の方含めて日本の国内の中でもですね、ちょっと伝えられるのかなってすごく思ったなと思います。他に何かこう聞きたいとかありますか？すごいフィールドキャストとして参加した友達がいて、その友達がすごいなんかいろいろバッジを交換したりもらったり、すごいボランティア同士ですごい楽しかったみたいな話をしてたんですけど、もしなんかボランティア同士の交流でこういったことあったよみたいなのがあればお聞きしたいです。あの私のところは、パラリンピックの時は選手ととにかくいつも関わるので、近い位置にいたので選手たちが、一緒に写真撮ったりバッジ交換をしたりしたいんですよね、ボランティアもっていうこともありますけど、選手たちなんかいっぱい持ってね、で このバッジは持ってるからこれいらないとかね、あのもっと他のちょうだいとかって言ってきたりしてやってたんですけれども、最初の時は。でそうするとやっぱりあまり選手と接しちゃいけない、あの、まあ、コロナのこともあるし、で他 あの選手と直接関わらないあの立場の方たちがいらっしゃるわけですよね。そうするとあそこ あのところだけあやってるのはちょっといかがなものかっていう話があって、で途中からしちゃダメ、バッジ交換禁止、撮影禁止っていうことに途中からあのパラリンピックの時はなったですね。面白かったのはあのバッジじゃなくて医務室にちょっとあのカット板みたいなものをもらいに来た選手でもバッジを置いていくと、ドクターがもう慣れてる方で100円均一かなんかで扇子いっぱい買ってきて、あの日本画のバッグの中入れてて「あいよ」なんて渡すとすっごく喜んで、まあ、そんなのは面白かったですけどもね。いや羨ましいです羨ましいですけど、まあ禁止されたのも悲しいですね。なんか私はあのパラリンピック あのサブトラックのところであの選手の方が名刺を作ってこられていて、それを皆さんに配っていたんですね。すごい明るくてなんかあのこのすごくこんな方いらっしゃるんだと思ってびっくりしました。すごい選手の方もボランティアの方と交流しようとしてる人が多いっていうのが、なんかお話を聞いてて意外だなっていうふうに感じました。すごい明るくてもうどんどん話しかけてきてくださって、あの全然あの違うんだなって、あの私たちの考えているのとは全然違うんだなっていうのを感じました。やっぱボランティアとかそういうのをしないって、そういうのなかなか知れないですよね、うん、大きな大会のところのある意味選手にとってもそれが日常ではなくて非日常かもしれないですけど、そういった選手のかとか大会のもっとこう日常の部分とかっていうところ、そういう日常のところを知ることができるっていうのは それなりにね、あの距離が近くなければ見えないところだと思いますし、そういうところは確かにボランティアならではと思います。だんだんこう時間もなくなってきた中で、改めてこう皆さんが今回ボランティアっていう関わりをしたと思うんですけども、ボランティアを経験したからこそ感じたことっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、このオリンピックのボランティアについては、まあ、私の
まあ、レガシーとしては不完全燃焼なので、まあ、あるかどうかと言われれば難しいところなんですけれども、うん、そうですね。でもその難しい情勢の中でもこうオリン国日本でのオリンピックを成功させたいっていう方々とのこう交流っていうのはすごい私自身勇気をもらえたかなっていうふうに思っているので、まあ、まだ人生長いのしこれからどうなるかわからないですけれど、まあ、2回目の日本のオリンピックまで頑張っていきたいなとかすごい勇気をもらいました。私は無観客になって、それで自分の役割が観客案内だったので、私は何のためにボランティアをやるんだろうって思いましたけれど、そのアスリートの方々がやはり1年延期になって、しかも延期になった時点でも開催するかしないかってずっと揉めているところでも、どうやってモチベーションをこの方たちは持ってるんだろうっていうのをすごく感じまして、いろんな報道も見たりして、それで私はこの方たちにもし何か本当に微々たる力ですが何かお役に立てればという気持ちで望もうというふうに思ったので、それは本当にこう具体的に何をやったって言われるととてもこう答えに窮してしまうんですけれども、そういう心持ちで望めたっていうことは自分の中では少し良かったかなと思っています、うん、はい。学生でありながらも本当に国際大会でプロとして活躍される、まあ、ジャーナリストをしかり、まあ、アスリートもそうですけど、という方を見れたりとか、そういった方の何ですか、ね、働くマインドみたいなところを感じることができたのが本当に良かったなと思っていて、やっぱりそういった中でどうやってボランティアとしてこのチームに貢献していくかみたいなところも今後なんですかね、国際社会で活躍するじゃないですけど活躍したいと思うのはそういったところも本当に必要なんだってことを学ぶことができたので、まあこれから私は来年度社会人になるんですけど、そういったところでもこの経験生かしていければなって思ってます。この2020ボランティアがいないと成り立たない、もともとが大会だと思うんですね。でボランティアフィールドキャストだけで言っても10万人以上の方が応募したですね。で実際、まあ、8万人って言ってましたけれども 55% ですか、辞退したのが。まあボランティアがいないと成り立たないっていうのは、その時仕事だったりアルバイトで来た人たちっていうのはやっぱり好きで来た人たちもいらっしゃると思いますけれども、やっぱり収入を得たいと思いに来てるわけですよね。で、ボランティアの私たちは、収入ということよりもやりたいから、なんかここをしてみたいから好きだからっていうことで、来た方たちなので、そういう意味ではそこに対してのなんて言うんでしょう、さっきから思いっていう言葉はよく使うんですけれど、思いとか自分が何かを果たしたいっていう気持ちが強い方たちがたくさんいるということで、まあよく言われてますけれども、パンデミックの中で日本だからやり終えたかなっていうような気がしますしね。やっぱり勤勉ですし、ある程度のルールはみんなで守っていくしっていうところがあるので、ボランティアの力って大きかったなと思うのと、あとまあ、ボランティア初めてなんですっていう方たちがたくさんいらっしゃったですけれども、ボランティアそのものをなんか特別なボランティアって特別なことをするっていうふうに思わないでいただいて、普段の生活の延長線で、ね、ボランティアっていうことがあると、例えば雪降って、自分家玄関から出るのが困って雪かきしたら隣の家まで、ね、ちょっとするとか、まあ、そんなこともボランティアなので、普段の生活の、中での延長線上であると
いろんな思いの人たちがいろんなことにつながっていって、でボランティアやると同じ思考の人たちとそこで集えるじゃないですか、ね、なんかそこで仲間になれる楽しさもあるし、今まで知らなかったような、ね、それこそこれからの道、目指す職業なんかにもねつながっていったりも、するし、まあ、ボランティアっていろんなことの未来が開けるので、ね、あのぜひ続けて僕も続けて生涯、ね、なんかボランティアはやっていこうと思ってるんですけども皆さんも続けていっていただけたらなと思ってます。最後にお一言ずつですね これからボランティア活動してみたいとかちょっと一歩踏み出せないという方々にですね経験した皆様だからこそ感じることそれをメッセージとして伝えていただければなと思っています。私は本当にそのオリンピックのボランティアを申し込むまで全くボランティアに興味がなかったんですけれども、まあ、いざ何回かボランティアをやっていくうちになんか本当渋谷とか新宿に行くような感覚でそのボランティアに参加するようになったので、うん、なんか興味があったら申し込んで取り巻いてみたらいいのかなみたいな、うん、感じです。その何かその何が得られるかとか何も考えずに、うん、そういうふうにとりあえず行ってみようみたいな感じで行ってみてほしいなって思います。以上です。考えなかったからこそ得られたことだね今回は、はい、あの考えなくても何か得られるかもしれないので私からは以上です。私も全く同じであまりあのボランティアといってハードルを高くしないであのなんか人ってこうあのいろんなところ学校とか会社とかいろんなところに所属していると思うんですけども所属するんじゃなくてちょっと参加してみようかなっていう、うん、あのちょこっとでいいのでそういう気持ちであのやってみると案外楽しい出会いがあったりするのであの気軽にという言い方をおかしいかもしれませんけどそういう気持ちで望まれるといいのかなと思います。なんかボランティアをやることでボランティアしか今結構お話に上がったと思うんですけど見えないことで見れないことであったりとか経験できないことみたいなことが結構たくさんあると思うのでなんかもしちょっとでも少しでも自分が興味ありそうなボランティアとか経験はないけどちょっとやってみたいなって思うことがあったら気軽に応募して1日でも全然大丈夫なのであのぜひやってみていただければなと思います。あの自分の好きなことを職業にできるっていうとは限らないで好きなことを職業にできてる方って、まあ、僕は実はそうなんですね。今とっても恵まれてるな幸せ者だなと思うんですけれどもそうとは限らないでそうした時にでも好きなことに関わりたいなと思ったらボランティアってあの、うんいいところなんですよね。例えば、動物が好きだけどもその関係の仕事に就けなかったって言ったら動物のガイドのボランティアとかってあるしあのお花とか好きだけれどもそっちに進めなかったなって言ったらあのなんか、町で、バラを育てる会とかねなんかいろいろありますよね。そういうのもあるし例えば僕はスポーツの系の人間なんですけれども、スポーツで言うと例えば自分があの日本の大会とか世界大会なんかに出るぐらい あのレベルじゃないスポーツ選手であってもスポーツが好きだっていうとボランティアとして、まあ、オリンピックにも関われるし、障害者スポーツでいうと、全国障害者スポーツ大会って国体終わった後あの障害のある方たちの国体があるんですけどそんなことに僕はあのそんな世界大会とか出れるような選手じゃなかったですけどそこにコーチとして行けたりとかボランティアって自分の好きなものを求めていくと仕事とは違った楽しみでできなかったことができるっていうね楽しさもありまたそれが何かに役に立ったりっていうことがあるのでぜひ楽しみの一つだと思ってねあのなんか挑戦してみていただけたらなと思います。ありがとうございます。でこれからね、ボランティア活動を、始めたいと思っている方も、またそうではなく他の いろんなことにチャレンジしたいと、思っている方もですね、今の、メッセージをヒントにですね、新しい一歩を踏み出していただければと思います。本日は
貴重なお話をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。